ヤマーズキッチン。卵が3つ使います。なんと片手でも割れます。失敗しました。この手首のやっぱ使い方がね、ドラマならではということで、今日はあの笑ってくれるスタッフもね、いない非常にこじんまりとした撮影でございますので、セルフで笑いを入れていきたいと思います。これ匂いで大体ね、わかるんですよ、混ぜてからの匂いでどれぐらい甘くなったかなっていうのが。これはあの料理を慣れてない方はね、多分わかりにくいと思うんですけど、本当にわかってきます、これ。正直に言います、わかりません。ちょろです、ちょろ。うまいもんっつうのはだから甘いんだっていうのがね。はい、お母さん、また会いに行くからね。今回は終わりです。昆布つゆ大体4対1らしいんですけど、分かんないで適当です。まな板に余った片栗粉をもう、失敗です。もうちょっと濃い味の方が僕は好きですが、ですよ、例えばあなたの、ね、彼氏がね、あれ薄味、あ、ちょっと俺多分面白くなさそうね、やめます。というか僕チャーハンってなんか難しいっていうか、なんかそのパラパラがなんだらなんだグダグダ言ってるやついるじゃないですか。全員黙れ。ということで、最後これ仕上げは入りごま、なんとこれ京都の入りごまです。これは仕上げにかけるだけです。じゃあ早速ですけど、ニンニク使うなって話でね、せっかくニンニク入れるなら、このニンニク入れるなら、このはい、鮭フレークがほぐれてないときは一旦フライパンの火を弱火にした後に振ります。鮭フレークは振るとほぐれます。ただ簡単にやっぱできるのがやっぱり料理の醍醐味かなと。ヤンマーズキッチンっつうのはそういうもんだってことで、混ぜときます。はい、アンサンブルですね。ミュージシャン的に言うとアンサンブルです。でここにやったらちょっと胡椒でくしゃみをするっていう本当のやつ。なんとさっきびっくりしたんです、撮影スタッフが確認したところ、あのさっきの京都のごま、トルコのごまでした。もうちょっと味付けが濃くても本当は良かったんだけど、多分通常の人間って言うのあるんだけど、僕なんかはもう多分したでん、昆布つゆ。今回のヤンマーズキッチン第1回シリーズ1シーズン1は基本的にほぼ昆布つゆ使います。みんな大好き昆布つゆ、これあとみんな大好きでん、昆布つゆ。これは本当、今回ポイントは感じます。はい、みんな大好きでん、昆布つゆ。はい、でん、みんな大好き昆布つゆ。卵がフライパンから離れてくれるんですわ。で、この中の汁を抜くんですわ。で、抜いてここ剥がしますよ。引いた時に切れるんですわ。と、潰れるんですわ。で、これを切っていくと切れた時に匂いが出るんですわ。だから潰すことによってより、あとね、あれですわ、で問題の昆布つゆですわ。非常に相性がいいわけですわ。それを混ざることによってこのハーモニートゥルントゥルンですわ。あーですわ、これはあの味甘いんですわ。酒ですわ、これは。やっぱ邪魔なんですわ、ダマになってさ、何に混ぜてもうまいんですわ。ただ量だけ気をつけましょう。まあうまいってことですわ。でもとろける、んそのおかずに甘いのなんかありえねえよっていう場合は、そもそもこのメニューを作るんじゃねっていうところもありますが、でも余っても大丈夫、1日2日ぐらいラップに包んで、1日2日同じおかずが出て文句言うやつはダメだ。もう一回言う、1日2日同じおかずが出て文句言うやつはダメ。
ダメってのは人を通してない。はい、じゃあ焼いていきます。今回はオリーブオイル、オリーブオイルを使う理由はなんとなくおしゃれそうだから。あと強火と弱火と中火のなんか定義に関しては僕もよく分かってないんですけど、音っていうか なんつうんだろう、火のね、この火の大きさ。こういう、うん、もうこれはもうこれだ、もうすごい。料理酒はこの間テレビでやってたんですけど、何なのでテレビ見てもなんと分かりませんでした。だからなんとなく入れます。新玉ねぎの場合はなんかぬるぬるしたやつがいるんですよね。大皮を剥がしたちょっと細めでね、ああいうなんで大さじとか小さじとか計量カップ使わないのってきっとみんな思ってると思うんですけど、めんどくさいからです。米をうちにしてください。人参は新人参じゃないんですよ。今ギャグなのかなと思った人はブラウザバック。じゃあいろいろ切っていきます。ニンニク、なんとスタジオの手の皮を切ったりとかするすごい危ない事例があるんで、本当に可愛い顔してるけど危険な子なんで取り扱い注意。最後じゃがいもですね。忘れてたんですけど僕のカレーにはじゃがいもが入ってなかったことで思い出したんで、じゃがいもは今回入れません。というわけでしっかりと炒めていきます。切れてない玉ねぎとかがあったらこうやってこれってやると切れます。すっかり忘れてました。トマト缶でん、トマコト、あトマト缶カットですね。なんとここにもうカレーのルーを入れちゃいますと思わしといて、コンソメを入れちゃいます。あ、でも匂い、あーやっぱジャワカレーとは違うから。でもおかんが言うには緑のパッケージだった言うんで、それジャワカレーやないか。うまみ調味料の一つなんで、これを入れた方が断然美味しいです。であと蜂蜜はね、こうやってねなかなか出てきてくれない、わがままな調味料なんで、ああ出てきたと思ったらこうやって勢いばっかつけやがってほらね、ってことでカレーもカレーとか言いながら甘えのがうめえんだってことで、事故です。で、油がサラッとしたらさっきの片栗粉をまぶした豆腐を火を止めて、熱っ！あーこれぐらい。熱っ！確認したら中までしっかり熱をね通さないと本当に危険なんで。熱っ！アルミはね非常に熱伝導性がいいんで、だしスープみたいな、だしスープでね、あだしに使いますから今ちょっと、あっダメだこれ、もったいない。すぐにそういう時は野菜を入れれば温度が下がるんで、熱っ！熱っ！ただ昔はこのみりん、本みりんなんか女性が飲むお酒だったらしいんですよ。ね、これこんなのそのまま飲んだら、ちょっと飲んでみる。うえ。タイトルは松下家の卵焼きは甘いということで、このレコード衣あっさり揚げ出し商品でございます。じゃ早速最後にこう振りかける。なんとさっきびっくりしたんですよ。スペシャルです。このキャベツの千切りは自分で切ったんじゃなくて、あの千切りパックみたいな、あの重度にあのダメです。早速いただきます。退室まであと5分。ごちそうさまでした。